ンクルーザー非常に自分らしい手順でちゃんとのリーチまでたどり着きましたが、残念ながらあまりには至りませんでした。さあなんで、滝沢としてはね、いやこれ降りてくれないんだってなりますね。ねえ、いやこれちょっと親こだわってきてるなっていうのがね、めちゃくちゃわかりましたね。さあドラスソレナの2脚1本馬です。多いの手配が良かったですね。黒沢は9番があんこにドラ1枚、滝沢は赤馬含みでメンツがあって、他にピンズでもメンツがありました。なんかみんな良くないですか。みんないいけどルミがいいですね。これ連チャンした回がありましたね、これね。うん、これ親番でこの手がもらえるの嬉しい。あ、2つ目のあんここれは見るでしょう。何を。シューアンコです、シューアンコ。ちょっと書いちゃう、シューアンコ、スーアンコ。いやでもルミが圧倒的にいいですね。くっつきのいいシャンテンだ。あれ来てるぞ、来てる。いや着実に来てはいるが、ルミが早すぎる。 G1 切りですって。もう縦に行きましょうと。あー親のリーチを抑えつけに行く。4巡目換算ピン待ちのリーチです。リーチ単要、本当だ。で滝沢1枚山にないですよこれ。ということは黒沢が神の引きを見せたら数万個ある。ありますね。ただ親リーチですよ、押し切れるかな。わからない、ね、もうねすでにマイナス5600点。いや多い、きつい、受けにずっと回らされている。形はいいんでね、押したいんですよね。で情報も少ないリーチ。いやでも怖いですよね。怖いけどやるしかないのか。安全牌なし。パソ行く、行きましょう。いやでも地獄のロードが始まります。これベタ折りしたら2ピンだったんですけど、2枚やってね、第一で1ピンで、まあでも形がいいんでね、まだ押したいですよね。はい、でも実際にこれ、まあ、我々はね3ピンが山にないのが分かっているので、押したら追いつく、そんな希望も持てるかもしれません。いやでも見えてない、もう宅内の3人は怖くて仕方ないですよね。怖いですよ。あれチートイツのイーシャンテン、何にも通ってない、パーソキット、あーでも馬か、中筋ですね、あくまでメンツ手ですね。はい、押し返すならメンツ手。はい、3ピンが出る気配はありません。これ筋になったりしたらちょっと変わってきたりしますか。変わりますね。ね、ローピン切れたりしたら困った人が切るかもしれない。 E、ピン第1打ですからね、3ピン当たるケースがちょっと減ってるんですね。うん、愚形の中でもペン3ピンはなさそうですね。ペン3ピンもそうだし、シャンポンも少なそうなんですね。アンコの人からするとシャンポンってないんですけど、あー筋になった、噂のローピン引いてきました。これで手上がり率がちょっと上がったか。で3ピンアンコの黒沢プラス1枚持ってる竹沢、ここから出るかどうか。降りたら危ないですね。そうですね、山にはありません。換算ピンローピン切りました。さっき切ったところ、これはおてか、そもそもローピンは通ってる。うん、これツーソドラだからドラさんですね。そうですね、高い点でいいシャンテンですよ。6点になってる。なんで目いっぱいだと急走ですね。目いっぱい、はい、黒沢の逆襲あるか。この2人がね本当バチバチに戦っています。本日ただこれチーピン引くと、あ、9万切れる9万切れないよね。切れないですね。特に壁らしきものもなく。うわーこれチーピン引いたらどうすんの。そうか、チーピン引いたら選択が訪れますね。おそらく3ピンになっちゃうんじゃないですか。でもこれただ三蔵も筋でね、あのぶったかくいくならつもり参考にするっていうのもあるんですよね。ある、黒沢先ならある。ちなみに数層1枚は山に残ってますね。数層引きは数万個見ると思うんですけどね。数層引きは、数層引きはだって3万個ドラ4ですもんね。そうですね、黙ってんで OK ですね。おー、
ちイピン待ち。このままリーチも一応あるけど。いやでもこれは黒沢にとっては通過点なんじゃないですか。そうそう、だって嘘を引いたらだって数あんこ短期よ、ね、黙ってんだよね。数ピン残ってます。いる数ピンない、数ピン3枚残ってません、これ。これハネマン、数ピン3枚残ってる。ハネマン、ハネマン。そしてもうルミ3ピンは山にない。これルミ大ピンチで、ローピンはもうないんですもんね。ウーピンは、ウーピンも1枚しかないか。うわ、噛んだ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 。どうなっちゃうの、どうなっちゃうので、切れないですもんね、噛んですよね、これ。キューワンのアンカン、ババ沸騰しているシンドラは、リャンソーはルミに、ルミに2枚乗った。でもね、3ピンないの。ちょっとスーピン3枚は、これは来年ユニバーススーピン乗りましょう。ルミは風林火山のサポーターズは捕まないことを祈りましょう。願うは自軍の幸せだけ。うわー、すーごいゲームだなこれ。すごい、もう出だしこそ静かでしたけども、とんでもないゲームになりました。黒沢の粘りがすごすぎる。攻めの姿勢がね、いい方向に傾くかもしれません。どうだ。いやもうルミもちょっとこれ尋常じゃない気配感じてますよね。カウン、リーチに対してカウンしてますからね。すごいですよ、真っ向勝負の構えですよ。いたー、ゼロンだー。3600は3100、つも3あんこ、ドラドラドラか。3600の一本は3100、これでもう一回下さんに競り合いに持ち込みました。あれ、多い多い、まくられた、まくられました。いやー、この手を仕上げてのも穏やかな表情、黒沢。だね、黒沢先ここにあり。そして大井、このまま黙ってはいられません。何の3曲、ドラはペー、大井の親番です。昨日は大勝利を挙げました。ここで4着を引いたら、あー、きついハイパイだこれは。いやでも本当にきつい。